どうも、今日は私今外で撮影してるんですけど、というのもですね、私今部屋の模様替えをしてるんですね。で、その模様替えをした時に、なんとね、フィギュアのケースが置ける場所ができたんですよ。で、うわこれラッキーだなと思って、でそれでじゃあなんか買おうかなと思って、フィギュアのそのまあショーケースっていうのかな、もうネットでね、結構ずっと最近ネットサーフィンしてたんですね。で、そしたらなんかいいお店を見つけたんですよ。で、それでちょっと撮影の協力もいただけるってことだったので、許可がいただけたので、早速ね、今そのお店に向かってるんです。だからね、今日はそのお店でもうたくさんね、その中古のショーケースが、もう本当に大きいショーケースですね。だからレトルフとかじゃなくても本当に大きい、もうなんだろう、お店の人とかも使うようなでっかいのとかもあるから、ちょっとね、私のそのサイズも測ってきたんで、私の家の置けるであろう場所の、だからそこにぴったり収まるようなケースがなんかないかなって感じで、ちょっと探していきたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。はい、着きました。徳山さんですね、ショーケース。あ、こんにちは。こんにちは。すみません、今日は、はい、撮影に協力していただけるということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お待ちしてました。はい、早速なんですけど、私、はい、ショーケースを探しに来たんですよ。はい、で、最近私模様替えをして、で、なんかフィギュアを大きいショーケースを置けるスペースっていうのが今までないなと思ってて、そしたらできたんですよ、なんと、はい、スペースが。そう、だからネットでいろいろ見てたら、ちょっと見つけちゃったんで、ありがとうございます。そう、早速来ちゃったんですけど、そしたらじゃあ、はい、まあ奥ありますので見ていきましょうか。はい、ここってあれですか、なんか1階だけじゃないんですね。そうですね、あの4階まで、まあ、ショーケースが各階展示してございます。すっごいですね、私こんなショーケースがいっぱい置いてる店来たの初めて。そうですよね。これ1階はあ、なんか若干分かれてるんですね、なんかジャンル。そうですね、ジャンルと、あとまあ1階に関してはもうサイズ、エレベーターに乗らない大きなケースがこの階に置いてある形ですね。ってことは、私多分今回どうなんだろう、1500ぐらいで探してるんです、横が。はいはいはい、背の高さは、高さが120ちょっとないぐらいで、118ぐらいかなぐらいの、なんかまあまあ100空間に入れたいなみたいな感じなんですよね。そうそうそう、どうしましょう、奥ちょっと該当するのもあるので、じゃあ、あれめっちゃフィギュア飾ってるじゃないですか。ああ、そうなんですよ。はい、うちの社長の趣味で。あ、はい、社長さんが好きなんですね。そうです。え、すごい。ドラゴンボールもいいですね。そう、あります、ね、まだ後ろにもいっぱいあるんですけど、すごいな。はい、そうか、じゃあちょうどいい、やっぱりフィギュアのケースを探しに来るって方もいらっしゃいます、うん、そうですね、個人様だと大体がやっぱりそうですよね。あと、まあ、時計とか、ご趣味のものっていうのですよね。あ、趣味の時計を飾るためのってことですか。そうです。あ、なるほど、うん、もちろん時計店さん、専門店さんも個人様でいらっしゃいますけども、ね、最近は個人の、ね、趣味で、ご趣味で集めたものを並べたいって方が非常に多いですよね。うわ、なんかいい、はい、いい趣味だな。で、奥のやつがね、はいはいはい、結構おっしゃってるサイズにある程度近いので、ちょっと失礼します。はい、ありがとうございます。すいません。よいしょ。あ、確かに。そうですね。あれなんか、あ、全部なんか横の長さちょうどいいぐらい ?1500。そうですね、その3つが一応1500で。こっちも1000。あ、そうですね、ただ奥行きがちょっと薄くて30センチしかないんですよね。え、すごい、1500と1500だ。で、高さが1270のところ。そうですね、地面から、あ、なるほどね、ケースのてっぺんまでが A。 あ、ここは外せるんですか。あ、大丈夫ですよ、足は外して設置することできますので、ね、そうすると1メーター以下ぐらいに なりますね、設置したときは。ちょうど良さそうですね、これ。そうですね、あとは、まあ、フレームの感じとか、まあ、色もこうやってね、はいはいはい、いろいろ色があるので、うんうんうん、その辺がお気に召すようでしたらば、サイズ感自体は合うんじゃないかなと思いますよね。なるほどね、多分私この中だったらこっちの色かな、色的には。あ、シルバーですね、うん、シルバー系がいいかなみたいな。何が違うんだろう。あ、蛍光灯がついてる、まあ、そうですね、そっちはついてるかな、うん、で、あとメーカーさんでちょっと同じシルバーでも右と左質感が違うというか、うんうん、なるほど、うん、これは別に特にどっちがなんだろう、おすすめじゃないですけど、は特に全然ないですね、はい、そっかそっか。これってあれですよね、中古なんですよね。そうです、結構綺麗ですね、でも、はい、
でもだいぶ安いんですよね、だから。ああ、そうですね。定価がいくら、10、20万超えるぐらいなんですよね。そうですよね。弊社で新品で十数万って感じなので、はいはい、まあ、やっぱりうちの販売価格よりも全然半額以下とかで購入してますね。いや、本当に、はい、やっぱり高くてなかなか大きいのは、そうですね、人の手出ないかなと思ってたんですよ。こういうサイズだと個人向けだとネットとかでもね、うん、販売してないですからね、うんうん、ですね、そもそも見つけられないなって感じでもあったんですけど、そうです、売ってないですね、うん、だからめっちゃいいですよね。ありがとうございます、はい、いやそうか、どうしようかな、本当にガチで今日選びに来たんですよ。ありがとうございます、はい、そう、ちなみにこれってこの蛍光灯とか今こっちついてますけど、全然なんだろう、取り付けもできる、個人で取り付けもできる。個人だと蛍光灯だとちょっと難しいかもしれないですけど、うん、皆さんテープライト、あ、 LED ライト、うん、あれだとテープでビーってここに上にビーってつけてつけられるので、秋葉原とかで買って自分でつけるって方も多いですよね。あ、そうですよね、うん、結構売ってますもんね。 LED の方がフィギュア飾るのはね、フィギュアもあんまり痛まなそうだし。そうですね、そうか、うん、これちょっと候補ですね、私的に。ありがとうございます、候補でもね、これちょっと悩みますよね、こっちとこっちがね。あとまあ上の階にもね、同じようなのありますんで、あ、まあ、後ほど見ていただいて、その中で選んでいただければって感じですかね。ここのフロアだと、だいたいやっぱこれが私の理想には近いかなって感じですかね。そうですね、もう後のはちょっと見ていただくと、もう結構サイズが大きいので、あ、でっかいですね、もうお店ですね。そう、お店ですよね、天井高いお店に置くような感じなので。いや、私ん家にはちょっと無理かな。じゃあちょっといいですか、他の、とりあえずこれが、ここは候補ってことで、そうですね、はい、上の方もいいですか、案内していただいて、はい、そうしました、はい。あ、ここはあれですね、お店、うん、なんだろう、飲食店とかの、そう、看板もうちあのメインの商売でやっておりまして、あ、こちらは看板コーナーになってますね。へえ、すごい、看板か、なるほどね。なんかこういうの見るの好きなんですよね、食品サンプルとか結構好きなんですよね。これ食品サンプルとか並べたりとかもう全然そう、いらっしゃいます、ね、いらっしゃいます、ね、特にこれなんか今まさに、あ、そうだそうだ、おっしゃる食品サンプルを入れてみてます。はい、よく店頭に定食屋さんとかね、あ、なるほど、そういうところで置いてあるやつですよね。やっぱりあれですか、こういうのってなんだろう、なんていうのかな、まあ、食品サンプル専用かもしれないけどってことはないんですか、別にフィギュアとか、なんだろう、ちっちゃいフィギュアとか並べたりする。あ、全然ないです、ないです、うん、あんまり用途を絞ったようなのは出してなくて、うんうん、あ、うん、なるほどね。逆にどんなご商売でも使えるように結構計算されて、もう数十年前からメーカーさんはこういうショーケースずっと出してますので、30年40年前から。ああ、そうなんですね。はい、もうロングセラーヒットの商品なんですよね。なるほどなるほど、うん、うわ、そっか。やっぱり直接見て買われる方が多いですか。そうです、やっぱ特に中古品なので、うんうん、こう傷とか状態気にされる方でね、来られる関東の方なんかは、うん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 、直接ネットで下見して、あ、でそれから下調べしてからうちに現物を見に来るって方が非常に多いですね今、はい、確かにそうですよね。実際に見たらやっぱり細かいところまで分かりますもんね、はい、色味とか。そうですね楽しいですよね、こう自分の部屋に置いた時の感じ想像して、選べるんで。いや、もう大体こんななんか選べないから、やっぱ1500円ね、ここにはないですね。そうですね、1800とか1200がちょっと多いんですよね、横幅が。でも普通の部屋には置けそうだな、なんか私今ちょっと制限がこうあるけど、横幅、じゃあ上の階に、いいですか、はい、こちらはちょっとテイストが変わって、はい、うんうん、まあ、デラックスとか高級タイプって呼んでて、まあ、ご商売でいうとジュエリー屋さんとか、なるほどなるほど、うん、高級時計店さんとかブランドショップさんとかが主に買われるような、うんうん、ちょっとこう引き締まった印象があるような、はいはい、ショーケースのフロアになりますね、はいはいはい、私上野よく行くんですけど、上野とかね、こういうお店置いてあるんですよね、いっぱいありますよね、しょっちゅううちの日ってますので、はい、そっか、でもそっか、でもジュエリーでもあれですね、やっぱフィギュアもこれ置けますね、全然置ける。もう作ってるメーカーさんはさっきの下の階で見ていただいたところと一緒なんですよ。あ、そうなんです、うん、そう、もう結構ね、こう、うん、だん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 こう市場がだんだん縮小してって、今インターネットとか、あ、そういうので通販とかで買われるから、ショーケースなくても商売できちゃう人が多いので、はい、ここは通販でも買えるし、ここでも買えるんですよね。そうですね、もう日本全国しょっちゅう発送してますので、ね、はい、これもかっこいいけど、あ、高さが高い、こういう感じでね。そうですね。でもそうだよね。皆さん飾りたい場所っていうのがね、やっぱり人それぞれ違うと思うので、こんなに選べるのはすごくありがたいですよ。やっぱり。
あ、そっか、こっちはだからもうガチのなんだ。そうですね、結構本当によく、ね、うん、宝石屋さんのね、そうですね、カウンターのところにこう置いてあるような、うん、そうですね、そういうショーケースなんですよね。あ、でもなんかジオラマとか飾れそうだなって今思いました。あ、そうですね、うん、たまにいらっしゃいますね、個人の方でも。あ、いらっしゃいます、うん、鉄道とか。そう、鉄道の方が結構いらっしゃいます。あ、そうなんだ。え、そういう方もやっぱり直接見に来てわーって選ぶんですか、こういうところで。多いですね。あ、多いんですね。結構長野県とか遠いところからいらっしゃって。へー、あ、すごいな、本当に全国から来られるんですね。そうですね。へー、すごいな。ジオラマね、私もちょっともしかしたらいつか手を出すか出せないかわからないけど好きだからな。へえ、なるほどね。まあ、今回は違うけどね。そうですね、ちょっとね、背がすごく低いか背がすごい高いかっていう感じが多いので。そうですね、うんうん、そう、ちょっとね、なかなかいいサイズ感のものがこのフロアだとないかもしれないですよね。そうですね、見栄えはいいんですけど。でもなんだろう、なんか普通、私今回ちょっ と特殊なっていうかあれだけど、もうこういう空間に、長方形の横の空間に入れるけど、なんか普通の人たちでどちらかといったらなんか高さがある、なんていうのかな、縦長の長方形の方が多そう、なんか、なるほど、こういうサイズ感とか。そうですよね、背が高くてそんなに場所は取らないっていう。そうですよね、うん、この形で結構、うん、よくそうで、こうやって後ろがこれなんかこう鏡になってるんですけども、はい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 、そうすると例えばお客様のようにフィギュアを並べた時に、うんうんうん、こうね、こう回転台じゃないから後ろが見れないじゃないですか。そうですよね。普通だと。でもこう後ろが、背中がね、鏡になってると、ここから見ても、あ、このフィギュア あの後ろ側こういう風になってるんだっていうのが、うん、こう一発で分かるっていうのが。そうですね、うん、結構鏡、後ろが鏡になってるのはなかなかそういう意味で貴重で。確かにそうですね。そう、あとこう見ていただくと、当たり前の話なんですけど、うん、反射してるからこう奥行きが2倍になって見えるので、空間の、そう、空間が広く錯覚で見えて、よりそのディスプレイが映えるっていう、そういう効果もあるんですよね、鏡だと。確かにね、これだから好みが、はい、もう鏡がいいって人絶対いますしね。そうなんですよね。そっかそっか、なるほどね、うん。こちらはまあ1階2階で見ていただいたようなの、本当だ、まあ、サイズがエレベーターで乗るものがずらっと、台数だけで言えばこのフロアが一番、ショーケースの台数自体はもう一番設置してますね。めちゃくちゃだって、このこれとかは角っこに置けるタイプのやつだし。そうです、もともとコーナーケースって言われる。ですよね、はい。あ、ここありそうですね、やばい。そうなんですよね、結構最近個人のご趣味の方がね、買われるコンパクトタイプが多いので。うん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 、そっかそっかそっか、うーん、やばいな。そうです、1800がね、結構多いですかね。そうですよね、うん、これだとちょっと小さすぎかな、1500ですけどね。あー、なるほど。足取っちゃうと、でも60センチぐらいしかなくなっちゃうんですよね。高さが。そうか、そう、足取っちゃうと足らないですよね。そうそう、うん、今回は私ね、これぐらいの確か高さのところに置くんですね。はいはいはい、だからちょうど目線になる感じの計算です。あ、そっかそっか、あ、元々下がちょっと高くなってるんですね。だからここは取らなきゃ置けないんですけど、そうすると1500はちょっとあれかな、うん、そうですね。あ、これ1個ずつ飾れるタイプですね。そうですね。で、まあ、他は今までガラスでしたけど、そちらはアクリルのケースになりますよね。はいはいはい、アクリルですね。はい、でもアクリルってこんなしっかりしてるんですね、うん、結構しっかりしてるんですね。まあ、3ミリの厚みなんで、まあそうですね、うん、このタイプは持ってないかな、私持ってないな。こう少しね、大きめの人形なんかを1個ね、うん、ボンとですよね、うん、1個だけこう見せたい置き方、そう、見せたいっていうやつを置くと、ちょっと贅沢大きな感じで、はい、買えますよね。ここのフロアすごい、一番なんかすごい多いな、確かに。そうですね、これだけあれば何かいいのがあると思いますけど。これもやばいですね、これ。あ、そうですね、これもアクリルなんですよね。すごいですよ、なんかスタチュー系のフィギュアとか置けます、これこんなでっかいなとなんか置けますね、すごいわ。いや、こういうのもいいな、ちょっとこれもいいなと思ってるんです、はい、ちょっと今回のあれじゃないんですけどこれはありますよ、絶対ここには多分かわいいの。1800ちっちゃいのもあるな、そうですね、回転台ですねそう、はい、これなんかネンドロイドとかキューポスケットとか、これぐらいのちっちゃいシリーズのフィギュアとかを置いたらかわいいかもしれない、これでもそっか、これで置くの。え、これって用途なんなんだ、これそもそも。
用途をあえて言わないんですよね。使い勝手自由って言って、そうか、そうなんですね。販路を少しでも広げたい。なるほど、なるほど。店側の目論見がございます。はい、じゃあ私は今発想で終えたその、はい、ちっちゃいフィギュアを置くと。そうですね。としたら、低いかな。あれそれとかどうですか？こちらかな。うん。あ、これこれね、90センチだ。これ1500なんで。ちょっと見づらいから前に出しましょうか。これってあの下のやつと似てますね、サイズめっちゃ一緒ぐらい、1510。そうですね、細かいところがちょこっとメーカーさんの違いとか年代の違いで少し違うんですけど、まあざっくり1500の、まあ、高さが1、ここで1メーターぐらいの商品になりますよね、はいはいはい、待って、これ1515で、これ結構ドンピシャな感じなんですね、高さ。ああ本当ですか、はい、まあそうですね、下で見たやつとほぼほぼ一緒のサイズなんで、うん、うん、かなりドンピシャな感じ。確かに、え、いくかもしれない。これちょっとかなりいいなって思ってる。え、これにしようかな。なさいます。うん、大丈夫ですよ。これ、うん、まあ1階で見たやつかね、こちらかって感じで。そうですね、もう1回1階のやつを見て、うん、ちょっと比較して、ええ、大丈夫ですよ。細かいところの、はい、ちょっと差みたいなのもう一回見ようかな。まあこちらももともとはそう結構年代ものなんですけど、あ、まあ、そうなんですね。ええ、クリーニングメンテナンスをしてますので。そっか、やっぱ変わるんですね、はい、メンテナンスで。そうですね、はい。ってことはなんかショーケースとか買ったらなんか個人でやっぱりこう拭いたりとかした方がやっぱ絶対的に、うん、まあそうですね、やっぱりガラスで丈夫で傷はつきにくいんですけど、やっぱ曇ってくるので。あ、そうですか、うん、やっぱりこう水拭きしてあげて、それだけだとこう水滴があと残っちゃうので、うん、乾いた後に、はい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 、水拭きして乾く前に空拭きしてあげるっていう、そのお手入れをしていただければ。乾く前なんですね。そうですね、そう、水滴のあれをあの空拭きで取ってあげれば、またガラスは綺麗に輝きますので。そうなんですか、ちょっと悩んでまたちょっと取ります。はい、ケース決まりました、こちらに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、あのご案内してくだされて。めちゃくちゃいい感じですね。でもこうやって出して見てみるとやっぱでかいですねこれ。うん、そうですね。すごいな、うん、もうワクワクしかないですよ私今。中にいっぱい入れられるんで存在感も出るかと思います、ね、ですよね。今私の頭の中にはね、はい、これがねこうあそこにはまってる図がねもう出てきてるんで、はい、そうで、これめっちゃでかいけど、はい、どう発想とかってどういう感じの。あ、そうですよね、はい、まあ、簡単には業者さん持ってってくれないの で、 そうですよ、ね、うん、割れ物ですし、はい、もうどうしようかなと。弊社の方であの配送部門がございまして。あ、やっていただけるんですか。あ、そうですね、自社の社員がトラックに積んで、ご指定の住所までお届けして、玄関でポイッじゃなくて、はいはいはい、引っ越し屋さんのように。あ、そこまでですか。中まで運び込みして、うん、こういうガラスをセッティングして、こうガラスを拭き上げて、はいはいはい、うん、でもすぐにアイテムをしまえる状態までやって、うんうんうん、であと廃材ちょっと持って引き上げさせていただくっていう引っ越し屋さんみたいな作業までさせていただいてますので。いや、それめちゃくちゃありがたいですね、はい、そうですね、やっぱね重量品ですし。いや、そうですよね、ガラスなのでね、何かやってる時に割れてお怪我とかしてもいけないので、まあ、プロにお任せいただければと思いますね。そうなんですよ、私も見ながらこれなんかいいの見つけたけど、どうしたのかなと思ってたんですよ。そうですね、はい、実際これってでも何て言うんだろう、やっぱ素人だとなかなか組み立てってやっぱ難しいですよね実際ね。そうです、あのうちもあの持ってくときはこのまんまで持ってきます、うんうん、あ、このままで持って行って、 その部屋の状況とか見て入れる感じです、ね、例えばバラす必要がないんだったらそのまま置いたりとか、はい、あ、とにかくもう設置までやっていただけるってことなんですよね、はい、めちゃくちゃありがたいです。いや、じゃあもうぜひその方向でお願いしたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ショーケースがね届きました。やったー。で、今日ね、今ね、急遽ね、ちょっとやっぱりね、届いた様子もね、見せたいなと思ったので急遽ね、今日届いて今、ちょっと回してるのでちょっと部屋着で申し訳ないんですけど、もうこんな感じですよ。そら、すっごくないですか、ほら。やっぱりさ、お店で見た時の、なんだろう、サイズ感と実際にこのお家に置いた時のこのサイズ感って、やっぱお家でやるとでかく見えますね。で、ここに、まあ、ゆくゆく、まあ、自分で、まあ、その時その時で、まあ、飾りたいなって思うフィギュアをこう飾っていく予定なんですけど、今ね、ほら何にもなくてちょっと寂しいじゃないですか。だから一旦ここにフィギュアがその並んだ時の感じっていうのを今見たいなって思ったので、ちょっとね、まあ、とりあえずその並べ方とかに全くそのこだわりとかは今見せれないんだけど、とりあえず
ず今いくつかフィギュアをちょっと並べてみようかなっていうふうに思います。じゃあちょっと並べてみますね。善逸、じゃん、みずこちゃん、みずこちゃん、はい、ちょっとねドラゴンボールも並べます。ここら辺も白くもかっこいいよね。結構テック、色赤だとね、私テック推しだから。じゃん、なぎさちゃん、なぎさちゃん、なんかこれ影すごいことになってるな、光が。なぎさちゃんを置きます。ゾロ置きます。これかっこいいよねこの子も置く、これカネキくん、カネキくんも置きますね。チュン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 。じゃじゃじゃん、ドラケン、はい、こんな感じで一旦並べてみました。ちょっとね、あ、ちょっと遠くて分かりにくいかな。ちょっと手持ちに切り替えますね。はーい、全体がね今こんな感じで、正面から見るとはい、こんな感じですね。あるかな。でね、今ねちょっと部屋が実はねここ暗くって、あとそのここライト今全く何もつけてないので、全然光が当たってないので、ちょっといい感じに見えないかもしれないんですけど、雰囲気ですね、雰囲気、ちょっと雰囲気をちょっとお届けできたらいいかなっていう、まあ、自分が見たいなって思って単にやってるだけなんですけど。でね、このケース、ほらこうやってね、扉もねこれ中古で買ったんですけど、もう全然ちゃんと開きますし、もう問題なく開閉できるし、うん、ここにね、ここの部分にね、そのこの部分なのかな、ちょっとこれも調べなきゃいけないんですけど、 LED のテープライトとか、まあ、LED だったら、まあそのまあ、いずれにしてもやっぱり取り付けた方が綺麗に見えるかなっていうところもあるから、ちょっとそこら辺もねちょっと改めて考えなきゃいけないところですよね。あとここの、高さ、ここの高さ今ねほら3段になってるから、今ねちょっとやってみたら、この SMSP のこれほら形がほら膝が曲がってるでしょ、うん、だから入るんだけど、 SMSP ってすごくでかいから、でっかいフィギュアは今置けない状態だから、でっかいフィギュア置こうかなって思った時はここ2段にするのもありかもしれないな、うん。でもこういうのをちょっと考えるのもめちゃくちゃ楽しい。はーい、まあ今日の動画はね、ショーケースを実際に見て選んで買いに行って届いて、今ちょっとフィギュアを割って一旦置いてみて、今この喜びをかみしめてる様子を皆さんにお届けできたよっていうところで、お見せできたからとりあえず満足かな。まあこんな感じかな今日の動画は。はーい、じゃあまあうん、こんな感じで、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ、バイバイ。